ゼッケン4ベータファクトリー、ジェロニー・ファハルト選手、スペイン。サッカーレース、ナンバー4、ベータファクトリー、ジェロニー・ファハルト、フランス、スペイン。続いて、第2位に入りましたのは、ゼッケン5、レプソル・ホンダチーム、藤波魂、スペイン。サカーレース、ナンバー5、レプソル・ホンダチーム、高木沢、藤波、フランス、スペイン。そして、見事、優勝で飾りましたのは絶景1位レプソルホンダチームトニーボー選手、スペイン。 And the winner this day, a big congratulation to the winner トニーボー from スペイン。後で理由はお話をさせていただきます。表彰式を滞りなく終わらせてからお話をさせていただきます。さあ、それでは初めに株式会社豆由来代表取締役岡島和志様より3選手にトロフィーが贈られます。また今大会のご講演をいただいております茂木町副町長服部浩一様からチャンピオンフラワーが3選手に贈られます。プレゼント豆由来 Mr. 和志岡島 represent the trophy to each riders and champion flowers will be given to those who riders first ditch mayo 茂木町 Mr. 浩一服部giving support to this event。まず3位に入りましたファハルト選手に贈られました。そして第2編に2位に入りました藤波選手に2位のトロフィーです連勝を飾りましたトニーボー選手です。そしてチャンピオンフラワーが贈られました。さあ、それでは優勝しましたトニーボー選手の栄誉を祝しまして国歌演奏です。どうぞご脱帽のご協力をお願いいたします。 We'd like to play the national anthem of the winner Mr. Tony Bo, so please take your caps off。We'd like to have a brief photo session. Bad とか言って。さあ、それではフォトセッションに移ってまいります。どうぞ皆様大きな拍手をお願いいたします。もうちょっとフォトシュート必要ですか？大丈夫そうですか？ Are you okay? はい、ありがとうございました。 So, please lead to your podium。 さあ、では続きましてツイニンク茂木エンジェルから、シャンパンを3選手に送らせていただきます。ツイニンク茂木エンジェル will make the シャンパンプレゼンテーション。 Wait a moment, wait a moment. So, let's go!
紹介いたします。見事優勝を預けていレプソルホンダチームトニーボー選手、コンプレッション。そして第2位、同じくレプソルホンダチーム藤波隆人選手、日本。そして第3位、ベータマスイジェロニーマハルド選手、どうぞもう一度拍手を送りください。おめでとうございます。コンプレッション。以上をもちまして、2015FIM トライアル世界選手権第1戦ストライダー日本グランプリワールドプロクラス第2日目表彰式を終了いたします。 Thank you so much, ライです。さあ、ではこのままですね、マイク取らせていただきまして、せっかくですから一番高いところに登っていただいちゃいましょうかね。さあ、それではまずは声聞いていきたいと思います。第2位表彰台、おめでとうございます。ありがとうございます。まずですね、状況としましては、最終的に、まあ、暫定ではあるんですけれど、ポイントの集計をしましたら、藤波選手が51点の減点数、そしてファハルド選手が53点の減点ということで、最終的に皆さん国旗を見ていただいて、あっということでね、気づいていただけたかと思うんですけど、まず率直な感想を聞かせてください。嬉しいです。もちろん、ね、皆さんの大きな声援、そしてこの日本の国旗が上がった時の皆さんのわーという声援、藤波選手にも届いていたと思います。それと合わせて今シーズンはご自身にとっても HRC20 周年目のシーズン、なんとしてもという気持ちももちろんあったと思います。もう本当に昨日がね、あまりにもワンツースリーと離れてて、いや本当に今日はもう最初から抑えていかないといけないなと思ってたんですけど、本当にワンラップ目大きな失敗が多くて、まあ、ツーラップ目からようやく抑えることができたんですけど、まあ、でもやっぱりバッチバチ入ったのは3ラップ目ですね。本当に皆さんにも伝わったと思うんですけど、あの集中力があれば多分もう一度トニーにも勝てるようなチャンスが絶対来ると思うので、本当にあれをこれからもね、まだまだシーズン始まったばっかりなので、この皆さんのパワーをこのまま、世界選手権持ってきます。ありがとうございました。どうぞ藤波選手にもう一度大きな拍手を送ってください。おめでとうございます。そして感動をありがとうございます。さあどうぞ大きな拍手を送ってください。第2位表彰台、おめでとうございます。はい、ありがとうございました。黄色い声援が届きました。どうぞ大きな拍手をお送りください。皆様ありがとうございました。この後なんですが、ホンダコレクションホールにおきまして藤波隆人選手の競技生活20周年のトークショーということで行ってまいります。準備をさせていただきますので、ちょっと時間はお待たせするかもしれないんですが、ぜひお時間のある方はホンダコレクションホールお集まりください。以上をもちまして、本日そして昨日を含めて表彰式すべて終了させていただきます。ありがとうございました。Thank you.